はい、じゃあ骨盤の前傾後傾のエクササイズをやっていきます。まずは両手両膝をついた状態で、背中はフラットな状態ですね。丸めたり、反った状態ではなく、背中がまっすぐな状態でスタートします。で、骨盤を後ろに倒していきます。背中を丸める姿勢ですね。で、この時に頭をおへそを覗くような形でぐっと中に入れてみましょう。これ骨盤の後傾の姿勢になります。で、この姿勢から今度ゆっくり骨盤を前に倒していきます。腰が反った姿勢ですね。で、この時頭はぐっと上を上げた状態にしてやると骨盤が前傾になりやすくなります。で、ゆっくり今度後傾上に倒していきます。で、前傾、この骨盤の前傾後傾の動きの中で骨盤を動かす時にお尻がね、後ろに倒れたり、肩の位置がね、後ろにぐっと倒れたりしないように、お尻の位置、肩の位置が同じ位置で骨盤だけ後傾、前傾、こういうね、骨盤だけ動かすようにしていきましょう。で、この時にね、息を止めないように前傾にするときに吐きます。後ろに倒す後傾の時に吸います。はい、吐いて、はい、吸います。はい、吐いて、これゆっくりね、10回行いましょう。次はね、肋骨の間の脇腹の筋肉をストレッチしていきます。まずはあぐらをかいた姿勢で、右手を床につきましょう。肘から先をね、床につけた状態で、反対の手を耳の後ろの方に当てて横に倒していきます。ちょうどこの肩甲骨の外側からこの脇腹のあたりがストレッチされます。時に伸ばしてる方の足が、膝がね、浮いてしまうとここはストレッチされないので、なるべくね、膝が浮かないようにぐっと横に倒していきます。で、手がね、前に倒れたりとかぐっと反ってしまうとここの伸びが弱くなるので、耳の横につけてそのまま倒すような倒し方をしてみてください。この状態でゆっくり5秒から10秒伸ばしていきます。息はね、止めないように自然に呼吸していきましょう。はい、じゃあ今度反対側ですね。同じように左手を肘から先を地面につけた状態で、右手を耳の後ろにつけてそのまま倒していきます。この背中の横側ですね、肩甲骨から脇腹のところがストレッチされます。膝がね、浮かないように、前に倒れないように、横に、倒していきましょう。5秒から10秒ゆっくり伸ばします。はい、戻します。はい、じゃあお尻のストレッチをしていきます。仰向きに寝ていただいて、膝をね、曲げて、両手でね、膝の頭を持って体の方に引き寄せていきましょう。曲げた方のお尻がストレッチされます。この状態で10秒間キープします。で、呼吸止めないようにお願いします。
はい、じゃあ今度反対側ですね。同じように膝を曲げていただいて、手をね膝の頭に持っていき、体の方に引き寄せます。で曲げた状態で10秒キープしましょう。呼吸止めないようにお願いします。はい、戻します。じゃあもう一つね、お尻のストレッチしていきます。先ほどと同じように上向きに仰向きに寝ていただいて、今度はね膝を立てた状態で右の膝を組みましょう。この足をねこう組んだ状態でこのままお腹の方に曲げていきます。でこの時に手をね太ももの後ろに回していただき、体の方に引き寄せてあげます。組んだ方の右のお尻がぐっと伸びていきます。この姿勢で10秒キープしましょう。呼吸を、ね、止めないようにお願いします。ちょっと見にくいと思うので、足をね組んだ状態で手をねこの太ももの後ろに回します。でこの状態で体の方に曲げていきます。そうするとね今組んだ足の方、ここのねお尻のところがストレッチされている状態ですね。この状態で10秒キープします。呼吸止めないようにお願いします。足を組み替えて太ももの後ろに手を回し、お腹の方に引き寄せます。でこの姿勢で10秒キープしましょう。呼吸止めないようにしていきましょう。はい、戻します。